この動画では高校2年生の私が適当に独断と偏見で話をしていきたいと思います。そしてそれが皆様のお役に立てれば幸いです。ファクトチェックは行いますが、ここで述べたことが全て正しいとは言い切れません。ご了承ください。今回は神戸市か兵庫県民かについてです。阪神淡路大震災から26年を迎えた2021年1月17日に、神戸市は幸せ運べるようにという歌を2つ目の神戸市歌に制定しました。この歌は阪神淡路大震災からの復興を願い、神戸市の小学校音楽教諭である臼井誠先生が作詞作曲なされた歌です。この歌は神戸市内の小学校では1月17日が近づくと必ず歌われており、幅広い世代に認知されつつあると言えるでしょう。先ほど私は神戸市は幸せ運べるようにを2つ目の神戸市歌に制定したと申し上げました。ということは、一つ目の神戸市歌があるのかという疑問に至るでしょう。もちろん他の神戸市歌があります。一つ目の神戸市歌は1951年10月21日に制定された歌です。この歌は神戸新聞のアンケートで市民認知率 6.9%、 歌える人は 3% という代物です。私は小学校の4年生頃に音楽の授業で扱われた記憶はありますが、きちんと習ったように思いません。しかし、この現行の神戸市歌が制定される以前にも神戸市歌がありました。先ほど紹介した神戸市歌は2代目のものであり、初代の神戸市歌があります。初代の神戸市歌は1938年10月7日に制定されたものであり、インターネット上に楽譜や歌詞が一切載っていなかったというクセモノです。神戸市立中央図書館にある1942年に神戸市が発行した市政概要や1938年の神戸新聞にしか楽譜や歌詞が載っていないようです。この神戸市歌は初代のものでありますが、他にも神戸市に関する歌があります。1921年に作られた神戸市の歌です。この歌は神戸市歌に制定するという告示がなく非公式のものですが、事実上の市歌として扱われていたようです。この神戸市の歌の方は楽譜や歌詞がオンライン上に存在します。より古い神戸市の歌のデータがオンライン上にあり、より新しい神戸市歌がオンライン上になかったという不思議な状態になっております。また兵庫県には兵庫県民歌というものも存在しています。この歌は日本国憲法が公布されたことを記念して1947年に兵庫県が制定した歌です。兵庫県と日本国憲法の公布は関係のないことのように思いますが、当時憲法公布を記念して県の歌を制定したところは兵庫県以外にもあったようです。兵庫県民歌は2代目神戸市歌の作曲もした、信時清さんなのですが、この兵庫県民歌は1960年代に存在自体を兵庫県から認められなくなりました。しかし県民歌を廃止したという公示があるわけでもなく、1947年に制定したという事実さえ県が認めていないという状況になります。2015年に兵庫県公館や兵庫県立図書館に楽譜が存在しているということが明らかになり、1947年に制定した事実さえ認めていないという状態は解消されました。実に半世紀もの間存在が認められていなかった県民歌なのです。県民歌の存在自体を認められなくなったのは政治的な経緯があると言われています。兵庫県民歌を制定した当時の岸田幸男県知事が裏金作りをしているという告発がありました。告発したのは当時の吉川悟副知事であり、岸田知事に招かれて兵庫県庁に入庁していたので、副知事が、反旗を翻したという形になります。しかし岸田知事は財政難を理由に副知事から2人から1人で減らそうとしており、吉川副知事が逆恨みで嘘をでっち上げたということが明らかになりました。その後岸田知事は出直し選挙を行いますが、選挙に敗北し政権交代が起こったことにより県民歌の存在自体がうやむやにされたと言われています。このように神戸市にまつわる歌だけでもこんなにたくさんの歌があり、兵庫県民歌には深いエピソードがあります。現行の神戸市歌の認知率が 7% を切っているというのはなんともどかしい気持ちもありますが、
幸せ運べるようにが歯科に制定されたことをきっかけに神戸歯科も普及すれば良いなりななどと幻想を抱く今日この頃です。